皆様おはようございます。8月の20日午前9時28分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日火曜日でございます。でもうね、8月も後半に差し掛かってきたと、後半入りということで、20日火曜日のね、配信を行っていきたいと思います。皆様いかがお過ごしでございましょうか。お盆休みも明けまして2日目ということで、まだね、気分が地の底に落ち込んでいらっしゃる方いらっしゃるかなというふうに思いますけれども、昨日かな、もう言った通りね、元気ピンピンでいきましょうということでよろしくお願いいたします。私ビットマン TV も仕事がね、まあ、今週から開始ということで、まだ、難なく乗り切っていこうかなというふうに思っているところでございますからね、一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。で、今日ね、重要ニュース関係がパリパリっと3つぐらいあるので、さくりとね、話を進めていきましょう。まずは、はい、まずはでございますね。もうね、早く行けよと、思ってらっしゃる方いらっしゃるかなというふうに思いますけれども、まずはでございます。ご案内関係を一つさせてもらいたいなと。ビットゲットさんの方から、久々にね、こうカーニバル関係の話が出てきておりますよ。キャンペーン関係の話が出てきております。ドッグスという通貨、テレグラムをね、使ってらっしゃる方、昔から使ってらっしゃる方であれば、このドッグスというものが、配布かな、されるとは思うわけでございますけれども、ビットマン TV もね、どれぐらいだったかな、3000枚ぐらいだったかな。ビットマン TV もテレグラムの方をね、まあ、昔から使っているので、3000枚ぐらいのね、配布が、まあ、されますよと、このドッグスという通貨がもらえますよという形でね、確認はしております。まだね、見てらっしゃらない方いるかもしれませんけれどもね、ぜひとも見てみてください。テレグラムを使っている方はもらえるよと。で、そのドッグスというものに関係をして、カーニバルがね、まあ、開催をされると、もう盆踊りでございますよ、カーニバルでございますよ、ダンシングでございますよ、よろしくお願いいたします。ゼロ月日でドッグスを入金して、最大1ビットコインのジャックポットを当てましょうと。で、期間が明日の午後9時まで、明日ですよ、明日の午後9時、これ日本時間ね、午後9時までということで、まあここにドッグスを直接ビットコイン、ビットゲットに入金する手順という形でね、1番から6番まで、この手順を踏んでいけば、うまくドッグスが入金ができますということで、ぜひともぜひともね、まあ、お暇がある方はやってみてください。もしかしたらワンチャンですよ。ワンチャン、ギャグじゃないですからね。ごめんなさいね。シャレじゃないですからね。ワンチャン、ビットコインが、1ビットコインが当たるかもしれないよということでね。ぜひともぜひともね、やってみてください。で、この右側の方にね、丁寧に、ここ、画像でね、こう用意しておりますから、ここを見ていただけたら、まあ、すぐわかるかなという形。で、あとはビットゲットさんのね、アカウントをもしお持ちでない方がいるんであれば、この、ポストの方にも、アカウント解説用のリンクはね、ご用意しておりますし、あとはこの動画の説明欄の方にもね、同じリンク、ビットマン TV 専用リンクはね、ご用意しておりますので、ぜひともぜひともね、アカウント開設して、トレード以外のね、まあ、稼げるネタ、だいぶ用意しておりますから、ビットゲットさん自体がですよ、トレード以外で稼げるネタを、まあ、用意しておりますから、ぜひともね、ご活用していただきたいな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでございましょうかね。今日はビットゲットさんのご案内でございました。で、あとは、あちらね、連日皆様にご案内している、ビットコインドックスね、ビットコインドックスの、まあ、続報というか、一応配布の、計画が出てきておりましたね。まずは初期配布が 5% 配布。うん、購入した金、枚数の 5% 配布で、その後3ヶ月間ロック期間があって、その3、だからいわゆる4ヶ月目から、12ヶ月間、1年間にわたって、ぐーっと配布されていくらしいので、だからトータル期間、1年半ね、ほぼほぼロックみたいな感じになるわけでございますけれども、まあ、ほぼほぼロックというか、1年半で、全部、だから、明日からですよ。明日から1年半後には、もうすべて配布完了という形になるらしいのでね。まあ、ビットコインドック自体は、まあね、ミームコインではないのでね、基本的には。NFT で、こう、ゲームをやったり、そういった用途にも使えるらしいっていう形で、情報は出てきておりますから、まあ、完全ミームコインではないのでね、まあ、そういったところはちょっとこう、期待はしていきたいなというところなんでございますけれども、まあ、ビットマン TV はね、極み即売りラッシュというところでございますから、まあ、ここはね、よろしくお願いいたします。買ったもの、購入したものをね、ずっと付き合い続ける。なかなかね、こう、うん、この試合の中難しいところもあるのかなというふうに思っているわけでございますけれども、まあ、ビットマン TV は 5% 配布されたものに関しては、まあ、すぐ売っていこうかなというふうに思っておりますから、よろしくお願いいたします。まあ、明日の、夕方、夜かな、それこそ UTC 時刻午前11時って書いてあったと思うんで、明日のね、夜には配布がね、まあ、されている、上場がされている。もう一回言ってみましょうか。ゲートさんと MEXC。ビットマン TV も使ってるんだけれどもね、リンクは MEXC は載していないので、ちょっとまあ、機会があればね、載していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、明日上場ということでね、まあ、楽しみに待っておきましょう。で、重要ニュースいきますよ。いきます。まずは一つ目こちら。はい。ハッシュリボンが、うん。
マイナーの投げ売り終了を示唆しているということでニュースで上がってきております。ビットコインのハッシュリボン指数がマイナー降伏、いわゆる投げ売りのね、終焉を示唆していると、クリプトクォントのデータが示したと。で、この指標は30日と60日の移動平均を使用して、マイニングの難易度やマイナーの経済的困難を測定するもの。で、30日の移動平均が60日の移動平均を上回ると、マイナーがより効率的なマイニング機器に移行をして、市場に再参入することを意味しますってことですね。で、クリプトクォントによると、ビットコインのハッシュリボン指数が示す、この現象は、希少なデジタル資産の価格底と一致することが多いですと。で、投資家が市場に有利な価格で参入をして、押し目をね、買う機会を提供するってことですね。で、採掘難易度が新たな市場最高値に達したと。8月1日にね、ビットコインの採掘難易度が新たな市場最高値である 90.66 兆に達したと。で、その後、難易度は 86.8 兆に調整をされましたが、依然として歴史的な難易度水準をね、推移していますよ。まあ、計算難易度がね、言ってしまうと高いというところ。まあ、難易度が高いっていうことはね、コンピューター関係、いわゆるマイニングをするコンピューター関係もかなりのね、計算力を多分必要としますからね。それこそ、小さなマイニング事業者なんていうのはね、まあ、淘汰されていくのかなという感じですよ。で、あとほら、いい機会を入れていかなかったりね、しないと当然いけないでございましょうから、やっぱりこう、マイニング事業者もね、ランニングコスト的なところは、まあ、かなりかかってくるかなと。で、プラスして半減期が来てますからね。やっぱりこう、報酬関係も半分になってしまったわけでしょ。だからそういった意味で言うと、ビットコインの価格が上がっていかないとね、マイナーは相当ね、きついとやっぱり思いますよ。マイニング事業者はね。まあ、これがどういう風な形で、まあ、こう、また影響してくるのかっていうところでございましょうけれども、まあ、そういった形で難易度の方が、まあ、上昇していますと。で、まあ、ここ、見ておきましょうか、最後。マイナーは、計算能力の増加と、半減期後のブロック報酬の減少による、利益率の緩やかな低下によって、マイニング業務の一部を AI や高性能コンピューティングサービスに転換をしていますと。だから、実はここにもお金がかかってますからね。で、7月にはビットコイン採掘会社、テラウルフが、同社のレイクマイ、マリナーサイトに、新しい施設を建設して、2メガワットの電力をデータセンターサービスの初期参入にね、割り当てることで、高性能コンピューティングと AI データセンターに事業を多角化することを発表しましたよ、ということで。まあ、マイニング事業者もね、まあ、かなりね、まあ、減ってきているところなんでございましょう。まあ、今後ね、どういった、マイニング事業者が生き残っていくか、そういったところも、ま、見物になるわけでございましょうけれどもね、まあ、かなり、採掘難易度が上がっていますよ、というのがね、ニュースで上がってきておりますから、一応ね、頭の片隅にはパチリと収納しておいてください。で、次がこちら、もうね、最悪ですね。本当に、これもう嫌よね。このニュース流そうかどうか迷ったぐらい、悩んだぐらい嫌だなと、ゲンスラー委員長が財務長官候補に何と、ハリス氏当選の場合、そうなっちまうかもしれねえということで、ちょっとこれ、いやね、読んでおきましょうか、短いので。はい。民主党のハリス、副大統領が、11月の大統領選で勝利すると、仮想通貨に懐疑的な SEC のゲイリー・ゲンスラー氏が、財務長官に指名される可能性が高いと。で、複数の上院幹部スタッフによると、ハリスが当選した場合、ゲンスラーを財務長官に、指名をする意向があるということですね。やめてください、本当に。もうトランプさん全力で頑張れ。マジで全力で頑張れ。バイデン大統領により、2021年に SEC 委員長に任命されましたよね、ゲンスラーさんが、率いる、証券取引委員会は、コインベースやバイナンスなどの大手仮想通貨企業に対して、有価証券を違法に販売しているとして、訴訟を起こしてきたと。で、この委員会は業界や一部議員から明確なガイドラインをね、提示していないと批判をされてき、たということですね。で、ゲンスラーの SEC での任期は一応2026年までね。だから、トランプ前大統領は、先日のビットコインカンファレンスで再選された場合は、ゲンスラーさんを、極み即解任。極み即解任すると、もう極み即ラッシュですね。極み即解任するというふうに、まあ、表明をしているということで、まあね、まあ、逆に言うと、ハリスさんがこれを明言したことによって、仮想通貨支持派はね、まあ、間違いなくトランプ支持に回ってくるでしょうということで、まあ、そこでまた面白い構図が出てくるのかな。まあ、それにしても11月あたりでしょ、大統領選がね、要注目ね、しておきましょうということでよろしくお願いします。トランプさんマジで全力で頑張れ。よろしくお願いします。はい。で、次こちら最後。DMM クリプトというところが、ハイブマッパーね、ハイブマッパー。これビットマン TV もほらあれですよ。チャートをね、ちょこちょこ見ていたと思うんですけれども、ハイブマッパー、ハニーという通貨ね、ハイブマッパーと提携と。で、これどういった通貨か知らない方もいらっしゃるかもしれませんから、読んでおきましょう。D-PIN 系通貨。D-PIN っていうのは、分散型物理インフラネットワークっていう日本語の略なんですよ。D-PIN、もう一回言いましょうか。物理型、分散型物理ネットワークという、まあ、略。これ何かっていうと、いわゆるね、インフラ関係をみんなで作っていこうよと。これが D-PIN というものです。で、今までだったらね、これ例えばインフラ関係、
まあ、わかりやすいのがインターネットとか、あとはこのハイブマッパーに関係があるんだけれども、Google マップとかあるでしょ？ Google マップとかって Google が車めっちゃ走らしてるじゃないですか。あれっていわゆる Google が一つ本体でやってるっていうのが、まあ、元ですよね。一般の方々は関わってないでしょ？あそこに関しては。全くね、地図を作る上においては。それを、だからみんなでやっていこうよっていうのが Dpin なんですよ。インフラみんなで作るって。で、これ何のメリットがあるかって言ったら、まあ、めちゃめちゃ簡単なメリットで言うと、ね、今まで大きなところが一箇所でやっていた、つまりそのデメリットって何かっていうと、時間がかかるでしょ？だって Google の車をガーッと走らしていかないといけないから、当然時間がかかるわけですよ。で、これを例えば、じゃあみんなでやるってなると、ね、おのおのの、例えばこう車にね、このハイブマッパーが出している、例えばカメラとかを設置してもらって、みんなでそのマップ、いろんな道を多分いろんな人は通ると思いますが、それを作っていこうと。そうなれば、スピード感エグいっていうのはわかるでしょ？それぐらいの威力があるんですよ、Dpin って。だから、次の、まあ、トレンドとしてね、Dpin がやっぱ来るんじゃないかというふうに言われている。で、DMM クリプトというところがハイブマッパーと提携をしたと一応読んでおきましょう。はい。DMM クリプトが AI と専用ダッシュカメラ、を活用して、地図データを収集する、Dpin マッピングプロジェクト。だから Dpin ね。ハイブマッパーとの提携を発表しましたと。で、これ日本国内の会社でしょ？ DMM クリプトがね。で、この提携により両社は法人所有の車両を活用した、フリート事業を含む実証実験を共同で開始しますよ、ということですね。で、以下の内容でパートナーシップ提携。うん、日本、国外におけるハイブマッパーダッシュカメラシリーズの販売代理店契約。で、日本及び国外におけるハイブマッパーフリート事業の運営。うん、で、また、ハイブマッパーの日本国内での普及を加速させるため、DMMクリプトは以下の実証実験を開始する予定、まあ、3つねありますから、ちょっと止めておきますので読んでみてください。で、本実証実験はタクシーや物流分野におけるドライバー数減少問題の解決を目的とした Web3 技術インセンティブ付与の実証として、日本貿易振興機構の、対内直接投資促進事業費補助金事業に、採択されていると。なんかめちゃめちゃ長いですね。それに採択されているということね。で、ハイブマッパーって何かっていうのはさっき言った通り、ここも止めておきましょう。みんなで、地図をね作っていこうよというところで、上から下に、だからこのピンク色の部分がもう作られているというところでいいのかな。まだ作られていないということでいいのかな。一応ここも止めておきますね。で、ハイブマッパーは、一番最後ね、ドライバーからのデータで常に最新情報を提供している。だからこれが言ってしまうと、Google のね、マップを作るカーと一緒、車と一緒ということ。いろんな人たちが走ってくれて、まあ、作り上げていくよというところ。で、DMM クリプトの目的というふうにもありますから、まあ、一応ここもね止めておきましょうということでね、よろしくお願いいたします。まあ、かなりね、ほらビットマン TV が前から Dpin 関係は、まあ、来るんちゃうのみたいなことは言っていたわけでございますけれども、日本国内のね、まあ、DMM クリプトというところと、みんなで地図を作り上げるハイブマッパーがね、まあ、提携をしたということで、まあ、これはいいニュースでございましょう。で、あとはあれね、アメリカの方では携帯電話のインフラを作っていく、みんなで、その中でのヘリウムという通貨、HNT っていう通貨があるんですよ。ヘリウムっていう通貨が、まあ、かなり人気をね、まあ、博しております。Dpin系の中でもトップ通貨っていう風にまあ、言っている方もいるのかな、ヘリウムがね。で、ハイブマッパーもやっぱかなり有名です。Dpin系通貨の中ではかなり有名ですから、もしね購入したいなと思う方は、どこに売ってたかな、ハニーという通貨なんですけれども、ゲートにはあったかな、ね、使っているところ、ビットマン TV が使っているゲートであるとか、ビットゲット、あとは、バイビットね、その中のね、ゲートにはあった気がするんですよね。だから、もし気になる方はね、購入してみてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこは意識しておいてください。で、まあ、一番いいのは DEX か、分散型取引所でやるのがね、一番意外と早いかもしれないよっていうのはね、そこもお伝えさせてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもハイブマッパーね、知らなかった方々がいるんだったら、要チェックしておきましょう。はい、それではね、本日のご案内、そして重要関係ニュースは以上となります。で、チャートを見ていく前にね、一旦時飛ばしをいたしますから、よろしくお願いいたします。はい、それでは再開していきたいと思います。ビットコインがね、調子よく今ね、回復をしてきているような状況でございましょう。ビットコイン、イーサリアム含めて、さっき見たね、ハイブマッパー、ハニーという通貨、あそこで扱いがありました。ゲートさんもなかったし、バイビット、ビットゲットもなかったんだけれども、BX さんね、BX さんの方では、現物の取り扱いがありましたから、一応この動画のね、説明欄の方に、BX さんのリンクは載せておきますので、もしね、ハイブマッパー、欲しいなーというふうに思う方がいるんであれば、BX さんのアカウント解説用のリンクね、載せておきますので、ぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。もしかしたらね、日本の事業者とね、提携をしたということが、いい方向に流れていけばね、もしかしたら国内取引所に上場する可能性も
もあるかもしれませんからね、もし先取って、通貨購入しておきたいなというふうに思う方は、ぜひともぜひともね、BINX さんの方で、現物購入ねしてみてください。リンクはご用意しておりますので、動画の説明欄の方ですよ、よろしくお願いいたします。で、行きましょう行きましょう。まずはビットコインですよね、メインとして見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、価格がね、ちょっとだけ回復してきている、6万と400ドル付近をね、ただいま推移しているような状況でございます。さっきもね、見た通り、まあ、ハッシュリボン関係かな、あそこでの情報によると、マイナーの方々のね、投げ売り、これがまあ終了したんじゃないかみたいな示唆が出てきておりましたから、まあそこもね、いいニュースとして捉えられて、今価格を伸ばしてきているのかな。6万と400ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、ただ依然としてね、もう何遍も言っておりますけれども、ずっと長く作られている、まあ下落の平行チャンネルの中を推移している、これを上にブレイクしていく、6万9000ドル並びに、まあ、7万ドル付近を、明確に抜けていければね、この長い時間軸で作られている、ブルフラッグが上方向に完成ということになりますから、到達目標価格はそれこそ10万ドルを超えて12万ドルとか、12万ドルから15万ドル付近、この間が、このねブルフラッグを上にブレイクしていった後の目標価格になっていきますから、次なる展開に、まあ、入っていく初動が、まあ、7万ドル超え、でしょうというところは、これはね長い時間軸においては相当抑えておかないといけない重要なね、価格帯になりますから、よろしくお願いいたします。で、まあ、昨日もね言いましたけれども、昨日のチャートね、まだ見てらっしゃらない方いるかなというふうに思いますけれども、昨日はね、ビットコインだけを見たんですよ。で、何がなんでそれだけをしたかって言ったら、言ってしまうと、雲ね、一目均衡表、雲トレードをね、やっぱりこうしてみたいなと思う方もいるかもしれないんで、三役好転ね、三役好転とか、三役の逆転、悪い方向ですよ、逆転のちょっとこう説明をね、いたしました。転換ラインと、あとは基準ラインとの関係性、そして、遅行スパンというね、ラインの重要性、遅行スパンっていうのは、今の価格を26日前の場所で表記していますよと、それが遅行スパン、この緑のね、ぐにゅぐにゅしたラインでございますよ、運転がオンになってしまいましたね、遅行スパンでございます。で、あとは、最後に雲の上にね価格が乗ってくれば、それで初めて三役好転という風になるわけでございますけれども、三役好転をした、最後の雲の上に乗っかっていくっていうのは、もう一役目と二役目がね、言ってしまうと好転している状況ですから、ちょっと仕掛けとしては遅い可能性もあるよっていうね話をしていったわけでございますよ。だから今その三役好転の話をしていくんであれば、このね、今の6万ドル以上で価格を安定させていく、もしくはもうちょっと伸びてくれるんだったら、この青いね、言ってしまうと転換線が赤い基準ラインをね、下から上にブレイクする可能性が高くなると思いますから、それこそ一役目完成。で、そこをずっと推移していくんであれば、この遅行スパンっていうラインがね、ロウソク足を下から上にほら、ブレイクしていく可能性が、どれぐらいかな。あと、まあ、言ってしまうと10日後ぐらいで起こる可能性がありますから、二役目完成。で、その力を借りてロウソクがね、雲の上に乗っかれば三役好転という状況になりますから、それこそ本当に8月末から9月頭ぐらいっていうのは、結構重要なポイントにはなるんじゃないかなと、雲トレードしている方々も注目をしている可能性が高いかなというには、雲のねじれもちょうど月末に差し掛かってますからね、ねじれもね。だからそういった意味でも、8月の後半から9月っていうのはちょっと注目に値するかもと。あとは、直近でやっぱりこうね、かなり押されていたこの移動平均線でね、やっぱこうトレードしている方々もたくさんいると思うんですけども、移動平均線も一つね邪魔になるものをクリアしましたね。これもまあ言っていた通り、この短期の移動平均線でやっぱりほら頭を押さえつけられている側面がかなりあったと思うんで、この短期の移動平均線を実態としてクリアしていった、これはかなりいい様相かなと。ただまだね、抜けるべきライン、中期の移動平均線もやっぱり機能してますから、これ今調子よく上がってきたとしても、6万1400ドルあたり、はい、6万1400から6万1500ドルぐらいかな、このあたりでやっぱりこうね、今の上昇をの頭をね抑えられる可能性がありますから、ちょっとこうね、短期的なトレードを今、例えばロングポジションを作って短期的ポジションを取ってね、上昇今取れている方はやっぱりこの6万1400から6万1500ドルっていうのは、利益確定、まあ少量でもいいのでね、少量でもいいので利益確定のねポイントとしては抑えておくべきかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。で、まあ様相というか、やっぱり最後の壁ですよね。6万4000ドルだから、この6万4000ドルのまでの売り圧だから、一応こうね、今の段階で言うならば、6万2000ドルから6万、4000ドルですよ。ここがやっぱり売りのコア価格になると思うんで、もしショート勝負をしたいなと、で、今ロングを持ってるんだけれども、そこをね、欲をかかずに利益確定をしたいなと思う方は、まあ、まずは6万1500ドルでの部分利確。で、その後に、もし抜けていったとしてもね、やっぱり雲の加担であるとか、やっぱり長期の移動平均が被ってるんで、6万4000ドル付近ではね、一旦この短期的なポジショニングは、手締まっていくのが、まあ、得策なのかなって、もしこれ抜けていったら
からもう一回ポジ取りをして6万9000から7万ドルを狙うみたいなね、2段階のフェーズで考えていくっていうのも一つ投資戦略としてはありかなというふうに思いますので、そこはね意識しておいてください。確かに今ね価格は上がってはきているんだけれども、上への、推進力どこまでね持続していくか、なんだかんだ言って一旦ね6万2000ドルあたりでもやっぱりこう売り圧 かなりかかってくると思いますから、そういったところをね考えていくならば、利益が出ているうちにねちょくちょく利益確定をしていくっていうのもやっぱ大事かなと。でまあ少量、例えば6万4000を超えていくだろうと、この流れのまんまね、そして三役法廷も相重なって、レジスタンスラインのアタックに入ってくるんじゃないかって思う方は、例えば今持っている玉量の例えば2割から3割ぐらいを残していくような形で、まあ、やっていってもいいのかなと。で、損切りは、縦値撤退ぐらいでねやっとけば、ほらもう初めに仕込んだ玉量の3割しか持っていない状況ですから、まあ確かに利益率もね、目減りするとは思うんだけれども、利益確定っていうのはね、リスクヘッジの一つの手段ですから、下落してきたとしても、損失は少なく済むっていうことになりますから、そういったところをね、しっかりと意識しながら、やっぱりやっていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。長い時間軸の話で言うならば、まだまだ様相はね、下落の平行チャンネル内推移ですから、良くなったとは言えませんので、そういったところはね、意識しておきながらね、トレードをしていきましょうということで、よろしくお願いいたします。で、あとはチャート形状的に言うとね、なんかこうアダム&イブ形成にねちょっと入りかけてもいるかなって思うんで、一旦やっぱり6万2000の壁を超えていければ、6万4000ドルぐらいまで一旦グッとね、上がってこれる可能性が高いっていうふうには思うんですけれどもね、6万4000ドル金、ただやっぱりこの6万4000での売りっていうのはかなりやっぱ大きくかかってくるんじゃないかなっていうのは、あのビットマン TV 的には思っているんで、そういった意味でもこのフェーズ短期で勝負するんだったら引っ張っても6万4000っていうのは、一つね指標となるでしょうっていうのはね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも8月後半から9月上旬、ここは結構ね見物かなというふうに思う。おー、でまだまだ伸びてきましたね。8万4000でごめんなさいね、今6万800ドルあたりをつけているんで続伸に入っている。ちょっと移動平均線が直上にあるんでね、ちょっと注意しておいてくださいよ。売りのね、壁には注意しておいてください。で、次行きましょう。一気になんか良くなってきたね、様子がちょっとね。で次はイーサリアム見ておきましょう。開きが悪いね。あ、来ました来ました。はい、イーサリアムただいまの価格が2670ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、まあね、ずっと、もうここ4、5日ぐらいね、ずっと横ばい推移、もう価格の変動がほぼ起こらずに、横ばい推移しているんですけれども、まあ、これ一つの要因が、この短期の移動平均線かな。ビットコインは抜けているんだけれども、イーサリアムはまだ抜けていないというところ。ただ、マックD線がね、冷やしレベルで見ていっても、マックD線が、右上がりでね、ゴールデンクロスを起こしてますし、RSI 値も右上がりに、少しずつ今回復はしてきているので、ちょっとずつ相場環境もね、まあ良くなってきているかなと。ただ、大きな壁、このイーサリアムね、もしロングポジション構築していく、まあ取っている方においても、この2850ドルあたりっていうのは、やっぱり一旦ね、かなりこう、サポートラインとして機能していたので、やっぱりここでね、下に割れ込んでしまって逃げれなかった方々の売りがね、やっぱりどうしてもかかってくるでしょうということで、短期的なトレードで、ロングポジションを持っている方は、まあまずは、2860ドルっていうところでの部分利確はね推奨かなというふうに思います。で2860ドルを明確に抜けていって、この中期の黄色の移動平均線、これが3000ドル付近にいるので、ここで押されてしっかりサポート転換できるかで、そのもじもじしているフェーズの中で中期の移動平均、この黄色のラインね、この黄色のラインをしっかり抜けていけるかどうかっていうのがものすごく重要にはなるかなというふうに思いますので、そこはね、意識しながら、だから2860で利益確定部分利確はするんだけれども、残りの玉、まあ、例えば2割3割ぐらいを持っておいて、抜けていったそのサポート転換をしているなと、2860でねしっかり粘り越しているなと思ったら、まあまた次なるフェーズですから、そこから一旦利益確定はしたんだけれども、ちょっと追い玉をしてね、玉量ちょっと増やして上昇狙っていくみたいな形でさらに伸ばしていくっていう戦略もねありかなというふうに思いますので、そこも意識しながらね、話を進めていってください。もしこれがね、あの短期の移動平均でやっぱりどうしても売り圧かかって押されてくるんであれば、下落をしてきてね、一応2100ドルっていうのが結構ねイーサリアムにおいては長期的な押し目買いラインになると思いますから、2100ドル、だからもし2000、もしですよ、もし2100ドルまで落ち込んでくるんだったら、これは現物もそうだし先物もそうなんですけれども、かなりのチャンスにねなるかなというふうに思います。2100ドルはかなりのチャンスネイチになるかなというふうに思いますので、先物も現物もでございます。はい、もしね大きな勝負トレードをしたいなと思う方は、まあ落ちてくるかわからないけれども売り圧がかかって2100まで落ちてきたら大チャンスですよっていうのはね押さえておいてください。はい、で次はリップル見ておきましょう。リッポーちゃんでございますね。ただいまの価格が、はい、0.6 ドルねしっかり明確抜けてきましたね。よかったよかったと。はい、 0.604 ドル付近をね推移しているような状況も、このまんまねもうビットコインもそうだしアルトコインもそうなんだけども、もうねアルトシーズン入っちゃったよってね本当思ってるんですよ。もう行っちゃってくれよと、もうこの力を借りて、まあさっきビットコインもね6万4000ドル壁になるよって言ったけれども、それをぶち抜くぐらいのねレベルでパーンと言ってくれたら、もうこれはね祭りが始まったぜーみたいな
たいな感じでね、叫びます。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、立方ちゃん、はい、0.604 ドル付近を推移。で、一応ね、ずっと、直近でね、まあ、かなり意識されていた、短期の移動平均線、これを実態でクリアしていって、昨日ね、まあ、大きくというわけじゃないんだけれども、まあ、陽線をね、ちょっとこう伸ばして終了してきましたと。で、その力でね、邪魔になっていた短期の移動平均を見事にブレイクしておりますから、あとはね、すべての移動平均線下に待ち構えてますし、雲もね、強気雲の上を推移しているということで、まあちょっとこう雲がね、右上がりにぐーっと作成されていけばね、いいんでございましょうけれども、ちょっと平坦になっているんで、それがね、ちょっとこうまたまたもじもじフェーズを経て上へのアタック、とにもかくにも 0.7 ドル、今、この 0.7 ドルを狙っていけるような状況にはあるんですよね。ただ、直近での売り圧がやっぱりかかってくるのは、直近トップの 0.64 ドル。うん。この 0.64 ドルから 0.65 ドル付近ね、これを上に抜けていけばね、当然、0.7 ドルへのアタックにはね、入ってくるかなというふうに思いますけれども、0.64 ドル付近っていうのはもう直近で見てもわかるし、前のフェーズでもそうだったんだけれども、かなりね、上のヒゲでもう押されてる、もう相当ね、レジスタンスラインとして意識されているんで、もう週足レベルでこれをぶち抜いていけば、いよいよ始まるんじゃないかなというふうに思いますから、とにもかくにも、まあ、0.7 ドルも大事なんだけど、0.65 ドルあたりを実態として抜けていくっていうのが、まずは上昇の初動にね、なっていく可能性がありますから、そこにはね、注目しておきましょう。日足レベルだと特に上をね、遮るようなものがないので、今の段階で言うとアタックに入ってこれる、状況にはあるかなっていうのはね、認識しておいてください。よろしくお願いします。もうこのね、バカでかい三角持ち合い、今年あたりにね、本当に決着してほしいねっていうふうに思いますよ。だけれども先端がね、まあ来年の8月ぐらいですから、ちょっとどうなるかはわかりませんけれど、早めに突破をしていってね、もう 0.7 ドル抜けていけば、それこそね、フェスティバルの開催が、になるでしょうというふうには思いますからね、楽しみなところでございましょう。ビットコインの調子がやっぱり良くなってきて、アルトシーズンが来たーってなると、やっぱりリップルもね、少なからず当然反応はしてくるでしょうからね、そこを楽しみなところで待っておきましょう。で、次行きまーす。次は、一点下にね、ぐーっと下ろしていきますけれども、先ほど見た、ハイブマッパーね。あれも見ておきましょうか。ハイブマッパーどこにいるかなというところなんでございますけれども、ディーピン系通貨としてね、ちょこちょこ見ていました。はい、いました。はい。今ね、かなりチャートとしては終わりきっておりますね。終わりきっていて、ちょっと失礼な言い方だったかもしれませんけれども、今が 0.067 ドルあたり、実体最高値が、0.35 ドルとか、このあたりでございますから、実体の、最高値ね。実体の最高値から5分の1ぐらい。で、ヒゲまで込みすると、まあ、1ドルあたりをトップにつけてますから、それこそ、15分の1ぐらいにね、落ち込んでは来ているわけでございますけれども、今こういったね、チャート形成をなしていると。で、さっき見た通りね、このハイブマッパ、ディーピン系通貨としては、まあ、地図をみんなで作っていこうよと、世界地図を作っていこうよというね、プロジェクトになっておりまして、DMM クリプト、日本のね、DMM クリプトというところと、まあ、提携をね、したという話が昨日ぐらいからね、出てきておりましたから、もしかしたら日本でも取り扱いがあるかもしれないということで、まあ、ちょっとこうね、ずっと、まあ、コマのね、足をぐーっとつけながら、ぐり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 ね、下落はしてきていたわけでございますけれども、今年の6月あたりからね、ちょっとこう値動きがある程度激しくなってきて、結構価格変動がね、見られるようになった。だから取引がね、ある程度活発には行われているのかなって思いきや、まあ出来高はあんまりついてないんですけれども、まあ変動率がね、結構激しくなっているよと。で、その中でまあある程度分かりやすいですよね。下に関していくと 0.055 ドルあたり、上に関して言うとやっぱりここでしょうね、 0.086 ドルあたり。だからまあある程度ボックスでのね、取引がまあ行われているというところは普通にまあ認識ができるかなと、こういった形でボックスでの推移がね、行われているよと。だから、まあ、言ってしまうと、このボックスを上に抜けていくかどうか、そこで、また新たなね、チャートが作られていく可能性がありますので、まあ、ボックス内での、今取引が活発。だから、もし下に落ちてきて、0.05 ドルあたりをつけてくるんだったら、まあ、さっきの提携話も相重ねてね、現物ちょっとこう購入しておこうかなっていう方は、一つありかなというふうに思いますよ。0.05 ドルあたりね。で、調子がある程度良くなってきてから、ちょっとこのね、そこを形成しているような形でも、やっぱりこう見受けられるので、ある程度出来高がついてくればね、そこ認定もできるんじゃないかなというふうに思うんだけれども、出来高がちょっとまだないんでね。だからそこがちょっと、こう気になるところなんですけれども、調子がある程度チャート形成的に良くなってくる。つまりボックスを上に抜けていってから、0.085 ドルあたりを上に抜けていってから、様子が良くなってきてから入っていきたいなと思う方は、このボックスを上に抜けていってから、まあ、現物を購入していって、上への展開というのを狙っていくっていうのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ボックスの上端を抜けるか、もしくはボックスの下端で、まあ、ロング、並びに現物を購入するか、どっちかがね、いいかなというふうに思いますからね。そこは意識しておいてください。よろしくお願いします。まあね、価格はかなり落ち込んできているけれども、プロジェクトとしても動いているし、まあ、ディーピンというね、まあ、キーワードもあるし、日本のね、DMM クリプトと提供したというところがありますからね。そういったところも重ねて買っておいてもいいかなという候補にね、ちょっと上がってきたでしょうというのはね、押さえておきましょう。で、次はこちら、今日の最後しておきましょう。この前も見ましたね、ヘリウムという通貨、HNT、
ヘリウムという通貨です。あ、さっきのね、ハイブマッパーね、このハイブマッパーハニーという通貨は、あっちね、ビン X さんの方しか、一応取り扱いがなかったので、ビットマン TV が使っている取引所では、ビン X さんの方しかなかったんで、もし購入したいなって思う方はね、ビン X さん、アカウント解説をね、してね、購入してみてください。ビン X さんのリンクは、この動画の説明欄の方に、ご用意しておりますからね、よろしくお願いいたします。で、あとは一つ、最後ね、ハニーという通貨、これもディーピン系通貨。これは、みんなでね、インターネット、いわゆる、こう、Wi-Fi みたいなものを広げていこうよと。みんなの、携帯電話みたいな感じかな。あれを使って広げていこうよと。で、アメリカの方では、まあ、言ってしまうと、このね、ヘリウムという通貨がディーピン系のトップを、まあ、走っているみたいなことを、まあ、言っている方もいらっしゃるので、これも一つね、今後、話の話題に上がってくるかもしれませんからね、押さえておいてください。よろしくお願いいたしますよ。で、ただいまの価格が 7.47 ドルあたりをね、推移していて、一旦ね、安値切り上げで、まあ、一旦ワンクッションしてる、ワンクッションだけなんですけども、安値をね、まあ、一つ切り上げていて、あとは高値も切り上げ、まあ、上昇平行チャンネルを今後作っていきそうだなというふうに思っていた矢先、結構上昇平行チャンネルのね、レジスタンスラインを反転サポートにしっかり今機能させておりますから、このまま上昇の目にね、入っていく可能性あるんじゃないかなと、耐え切って。で、もうビットコインが崩れなければですよ。で、そうなると、直近高値の10ドル付近、10ドルから11ドルあたりを狙っていけるような今立ち位置にいるんじゃないんですか、っていうのはね、思いますから、ちょっとこうね、このヘリウムに関して先物関係をちょっと勝負してみたいなって思う方は一つチャンス通貨になるかもしれない。10ドルあたりぐらいまでの伸びをね見せてくるかもしれません。で、ただまあ損切りね、もし損切り、先物でロング入ったんだったらやっぱり損切りはしておかないといけないでございましょうけれども、まあ損切りラインはやっぱここかな。6ドルあたりを割れ込んだらやっぱりこう下落、上昇の平行チャンネル内に回帰してきちゃいますし、あとは短期の移動平均も割れるし、あとはまあこれ引き目で見たらわかると思いますけども、この点々線ラインですよ。6ドルあたりっていうのは、やっぱりこうレジスタンスラインね、サポートとして機能していて、下潜り込んでレジスタンスラインとして反転機能している、いわゆるサポレジ転換線にね、これ、なってるんですよ。一応入れておきましょうか。だから、このラインを割れ込んでしまうと、ちょっと下への下落がね、かなり早まってくる可能性がありますから、ここ、もしロングインで勝負するんだったら、今の段階で言うとこのラインね、このラインを割れ込んでしまったら青にしておきましょう。こっちを黄色にしておきましょうかね。ここですよ。ここを、黄色にしておきましょう。だから、ごめんなさいね。6ドルですよね。6ドルを割れ込んだら、これ下に走っていく可能性がありますから、損切り対象になるかなというふうに思いますので、ちょっと勝負を仕掛けたい方は、今ぐらいからロングをちょっとこうね、検討。まあ、検討というか、ちょっと少量で入れてみる。ここから上がってくる可能性もあるので。で、サポートにね、回って機能してくる可能性もありますから、ちょっとここでね、追い起こして明確に割れ込んだら損切り、反発狙いで追い起このポイントでもなりうる可能性もありますから、6ドルちょい上ぐらいでロングインで追い、もし落ちてきたとしても追い起こして、明確に割れたら損切り、上にもう一回ね、持ち上がってくるんだったら、さっきから言っているように、10ドルから11ドルあたりでの利益確定、ここはね、話を進めていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。とてもかくにもヘリウム、今上がってきているんでございますけれども、明確なね、そうね、レジスタンスラインもしっかり抜けておりますからね、いい状況の波、いい上昇の波にね、今後乗っていけるかもしれないので、期待はね、乗せておきましょう。はい、それではね、本日の配信は以上となります。またまた皆様、次の配信でお会いしましょう。では、バーチャ、バチャ。